クリスタル AAO チームクリスタルが日曜ゴールデンタイムにも参上。ワクワクドキドキが止まらない大人たちはいかが？誰かのために何ができるのか。できることはたくさんあるはず。何ができるかじゃなくて今できることを考えたらいい。一人でできないことはみんなでやろう。その通りですよ。クリスタルの大女将福岡美日々奮闘中でございます。この指止まれ、いつでもどうぞ。あなたが欲しい花一文目に7月あっという間夏じゃないですか。ねえ、もう日焼けは大丈夫？うん、今年はほら教えてもらったか、いろいろね。ねえ、そう、日焼け対策も去年よりはいい。このぐらいの年齢になって初めて知ったというね、日焼けクリームのつけ方遅いかなでも今からでもやらないよりはいいんだから。そうよね。そうですよ。20年後にね、うん、やっとけばよかったってね。20年ちょっと今想像しちゃったのに20年、まあ、関係ないかな。ここでいるから関係ないね。まずね、いないように しないとダメだよ ね。 そうですね。若手に譲らないとね、しがみついて老害老害私が喋るどうだそういうのうざダメなんですよ、だからじゃね。じゃあお家でみんな頑張ってねっていうの ね。暑い日はね、メールすればいいんだ。見てるよって黙っとけって。ねえ、別にいいですよ。全然いいですよ。もう好きなようにね。あ、だって一応10年後、あと10年はちょっとこうやってやろうよっていうのが見えるけどさ、うん、20年後とかちょっと想像ができないよね。あれ、秘密の計画があるじゃないですか。あそうだ。まだ言っちゃダメ。嘘つきになっちゃうから。でもほら、言うとそういう風に生きていくから。まあ、10年後にも。遠すぎてもうなんかそう、もうなんて言ってるか分かんないですよ。みんなもどう反応したらいいか分かんないって両方覚えてられればいいんだけどなんだっけねとかあんなに願ってたのにってちょっと地方にいるかもしれないね。そうですね。おいってやだわいえ、年を重ねるというのはね、楽しいことですよ。そうですね。キキキリンさんがね、おっしゃってましたよ。うん、年取るって面白いわよって。だってね、動いてた場所が動かなくなったりとか、できることができなくなったり、覚えてたことが忘れちゃったりするのよって、面白いでしょって。ね、面白いって。それを面白がるっていうのも、そうそれの余裕も必要ですよね。そう。私結構面白がって生きてるかも。っていうか、ね、あんまりいくつだからなんかやっちゃいけないとかそういうのが ないわ、ルールの中に。永遠の子供？今から何になろうかなってちょっと半分思ってるから。私これから何になろうって思わないすごく普通の人なんで。思わないんだ。あんまり思わないですね。本当、何をしようとは思ってますけど、何になりたいとかっていうのは。だって何でも別になれるじゃなっちゃいけないとか、会社だったらほら、あ、部長だ課長だなとかってなるじゃん。ね、オープニングだからさ、ね、何なの今日。もう夏になったらテンション高くて困っちゃう。始めちゃうよ、もういいですかこの番組はチームクリスタルの新たな応援スタイルを皆さんにお届けしますよ。そしてどこからでも何度でもということで着陸しますよ。クリスタル AAO のスタートです。虹色のカフェへようこそ。とっておきのあなたのカフェ時間、好きな曲を聴きますか。行き交う人たちを眺めながら自分に戻る時間がそこにはあるかもしれませんね。忙しさの中で忘れてしまいそうな日常の中にある優しい出来事や言えなかった思い、気づけなかった真実に触れる場所、そんな虹色カフェから素敵な時間のお裾分け。うちはサービス虹色カフェ。もちろんクーラーはついていますが、夏になると各席にうちわが置いてあります。作ってくれるのは地元の幼稚園児。毎回お題を決めさせてもらっています。今年の夏はまんまるお化け、それだけ。あとは彼らの想像力、遊び心、同じお題を大人に投げる自由な発想では、ダントツに子どもたちの作品の方が魅力的なものが完成する。
お化けという時点で大人はおいおいといないし書けないしという脳が否定から入るからややこしい。初めから想像することをやめてしまう。子供たちは違いますよ。自由に手が動く。いろいろ思ったり考えたりしながら手が動いている。正解も不正解もないから、できたものがまん丸お化けなだけ。おかしな話ですよね。みんな子供だったことがあるのにね。え、なんで大事な部分、自由な感性をなくしてしまうんでしょうね。義務教育の間に同時に学ぶ感性や心の教育がなされないまま、そこは家庭でお願いしますって言う先生もいたなぁと思い出す。今は共働きが多い時代、ここでもなされないっていうことは心が育つチャンスがないってことですよね。そのまんまこうあるべき、ある意味常識的な大人にはなれても置き去りな心がどこかで叫ぶんですよ、苦しいって。そんなことで起こる事件もあるなぁと思う今日この頃です。深い深い。カフェを始めて10年になると、じーっと観察することが身についてですね、妄想力も長く、想像力や分析力もつくわけで。また話が脱線ですね。子供たちに大人が自分の子供の頃を思い出すきっかけのお手伝いをしてもらってるわけです。そのうちわの中には実は私の作品もあります。おかげさまで子供の感性のまんま大人やっていますので、子供たちの作品に混じっても誰も気づかない。こんな大人がいてもいいんだの証明です。周りの人たちに許されて支えてもらっているんだって知っていることが大事なこと。その人たちへの恩返しは自分ができることで誰かに同じことをすることじゃないかな。大人っていいな、あんな大人になりたいなって思ってもらえるのが本当の大人のお役目じゃないかな。さあ、それではコンシェルジュさんのコーナーでございます。スタートいたしましょう。はい、資金繰り事業再生の専門家、道家健一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日ちょっとだいぶカジュアルで来たんですがなんですよ、誰かと思いました。後ろから見てたあのクレイジーを加速せよとなんかあの書いてあったんでですね、あの私なりちょっともうちょっと楽めで行ってみようかとなんかね、折り目がちゃんとついてあんまり来てないんだよね、すごい折り目ちゃんとついてあんまり言わないよね、あれね、内緒だったのか。でも素晴らしいです、覚悟がね、気持ちは受け取りました。頑張ります。はい、じゃあ今日はクレイジーボーイさんからお願いします。話はまあいつも通りなんですけども、あの今日はですね、倒産したスーパーマーケットからの再建回収ということで、うん、これあの私があの講師を務めるセミナーなんかだと結構あの人気のある話なんですね、うん、倒産したスーパーがどうやって回収するのっていうことになると思うんですけど、倒産しちゃってるんでしょ。しちゃってるんですよ。でも回収しなきゃいけない場面だと、うん、どうするみたいな話なんですけれど、まあ、これ私のお客さんはですね、お米の卸売の会社さんで年商1億円ぐらい、まあ、規模でいうとちょっと小さい方ですね、卸ですから、うん、で赤字でさらにまあ未回収が出ちゃっていて、まあ、資金繰り大変だということなわけですよ。で、相手先さんはまあスーパーマーケットで、そこに対してまあそれなりにこう見返しあったんですけど、まあ、一応回収を進めて最後取れなかったのは170万円。あ、まあ、額的にはまあかなというところなんですけど、うん、この会社さんの規模でいうとですね、お客さんの規模でいうとやっぱりちょっと大変で、うん、まあ、道具さんなんとかなりませんかと、まあ、泣きつかれたような感じだったんですね。なるほどね。でも相手はもう倒産してますし、うん、社長もいないんですよ。なんかむしろ開き直られちゃってる感じでしょ。まあ、もう逃げちゃってですね、もういない、どれもいないみたいな感じだったんですね。あ、うん、で私からすると、私もこちらの分野もプロなので、うん、いやそれは無理でしょうってやっぱ初め思っちゃったんですよ。あ、そっか、できるわけない、うん、でもどうしてもって言われたので、
まあしょうがないと、うん、でこういう時ってやっぱりまあ基本に立ち返るしかないので、まずは現状分析するんですけれど、うん、こう地図バッと広げてですね、こう地域密着のスーパーだったのでどこにあるんだろうと思って、まあ、4店舗あったんですけど、うん、見て一番大きいお店、売り上げが大きいお店見てみたら、大きな本当に団地の中に入ってたんですよ、うん、中というかに囲まれているところにあったんですね、うん、でまあ競合のスーパーはそもそもないんですよ、うん、でですね、さらにあの、まあ、団地も結構古いので、もしかしたら高齢者さん多いのかなと思って聞いてみたら、お客さんはやっぱりそのゾーンが大半ですよということだったんですね。でここで私に一つ仮説が立ったんですよ、うん、これ団地の人たちめちゃくちゃ不便だよなと。なくなっちゃったんですよ。今倒産しますから、困ってるよね。そうそう、米なんて重いじゃないですか、うん、で近くの店舗に車でって言ったってご年齢もあるし大変だろうし、あこれ困ってるだろうなと、うん、まあ、それで対策案として私が考えたのは、その店頭の前でお米屋さんの青空販売会やっちゃおうかなと、うん、あーなるほど、はい、まあ、誰しもが知ってる場所にあるわけですから、あー来るわけですよね、ここでやったらいいんじゃないかと。すごい、どうちゃんですね、うん、それこそだから卸の会社ですから、うん、店頭より安くできるわけですよ、うん、でしかも配送サービス付きにしようと、当日で依頼いただいたら持ってきますと、でむしろそれを勧めたんですね、うん、お客さんには皆さん、理由はそれをですね、後日宅配、定期宅配のリストにしようと思ったんですよ、うん、で卸売業ってやっぱり利益率低いというのがあるので、うん、それで結構苦労してらっしゃったんでですね、小売業態を少し組み込むことによって全体的に再生させようというプランニングに私も考えていて、でやろうと、でいざですね、あの、まあ、やる前はもう大変で、私がチラシ作って当日に、ね、前日現地にして場所見てどこにチラシ貼るとかお店こうしようとかやって、もうしかもポスティングまでみんなでやってですねやったんですよ、うん、でいざ当日、あのスーパー丸々倒産大セールみたいな感じでやったんですけどもう大盛況で、こう大30分でですね、持ってった商品全部売り切れたんですよ。で、もうすぐ取り帰らせて持ってきて、もうどんどんやって、で結局なんだかんだ半年間そのセールやれたんですね。で、あの個人のお客さんのリストも結構たまって、最終的にはもう回収どころか、もう今でも利益生んでるんですよ。すごい、これは素晴らしかったんですけど、まあこれの話の教訓はですね、諦めたらそこで終わりだと。そうよね、私も正直ですね、まあ専門家だからこそ無理じゃないって思っちゃったんですけど、まあ、切実な思いを受け止めて私も考えたら、うん、その先にいいことあったっていうことなんですよね、うん、だってちょっと普通のでも道ちゃんの仕事のルーティーンの中では考えられないような、まあまあまあそうですよね、流れのことだもんね、はい、新しい新境地でしょそれ、まあ、ある意味そうですねちょっと開いたぞみたいなところそうだよねありましたね、すごいな、ようなこともあるんでですね、皆さんも大変な状況でもぜひ頑張って、ね、うん、諦めないでね、はい、やっぱりどうちゃんみたいな専門家にね相談するといいですね、はい、ぜひぜひ無料相談もやらせていただいてますので、はい、はい、あの道に家と書いて道家健康一番で健一、道家健一でぜひ検索してみてください、うん、よろしくお願いいたします。素晴らしいお話ありがとうございましたありがとうございました。さすが、いやーすごいね、やっぱりこう自分が思い、まあ、経験があるからこその思い込みとか先入観ってすごくみんなあると思うんですけどね、そういったものって時にチャンスを消してしまうこともありますのでね、初心に帰る大事ですね。では先生のコンシェルジュさんです、はい、初心者マークは大きめにつけてハードルは低め設定で戻ってまいりました新次郎でございます。おかえり、はい、初心に戻って帰ってまいりましたえらい。ゼロスタートでいきます。ゼロスタートで、もう何かあったら道家さんに頼もうと。どうちゃん。いいですよ。はい。新地のそういうところ。はい。はい、僕ですね、こちら誰かのためにということでして、間もなく夏休みですよ。今日息子ちゃんですね、お泊まり保育行ってます。あら。パパ寂しいんですよ。寂しい発表。寂しい発表。ね、楽しみにしてるでしょう、お休み。そうなんですよね。で、やっぱりですね、お休みになって家族でどこか行きたいなと思ってるんですけど、うん、率直な意見、僕今行きたいのがですね、浦安にある有名なところに行きたいんです。うん、ああ、そう。ちょうど新しく、
海賊パイレーツ・オブ・カリビアンが、出して今そのイベントになって連れて行きたいなと思ってるんですけど、親心本音としてちっちゃいの連れて夏行きたくない暑いしね。そうなんです。大変だよね、はい、というところで、そういうそこの浦安に行きたい気持ちを抑えて、僕この江東区ですごく面白そうなところ見つけてまいりました。お、はい、ご紹介させていただこうかなと思っております、うん、場所はですね、東京都青梅に、江東区青梅にあります、日本科学未来館、お台場にある、未来館ですね。まだ行ったことない。あ、本当ですか、うん、こちらでですね、ちょうど今4月から9月の終わりまで、ディズニーアート展ということで、あー、そんなことやるんだ。やってらっしゃるのを見つけてまいりました。科学っていうとなんか実験とかそういうのかと思ってた。はい、日本未来館はですね、やっぱりこう体験をしたりして、世の中の科学とか物理の仕組みっていうのが分かるんですけども、うん、そこの特設ブースにですね、今ディズニーアート展ということで、まさにこのディズニーが誕生してから今の現在、モアナと伝説の海までの90年分のですね、原画だったりとか、手書きの本当の絵コンテ、これが展示してあるもの。すごい江東区のいいところ見つけてまいりましたよ。あっち浦安に行かなくても、浦安に行かなくても江東区にあるぞそうかそうか。でも喜ぶよ、子供は。追いかけ大好きだもん。そうなんですよね。これ実際道枝さん、セル画とか原画って見たことあります？私ね、ゲゲゲの鬼太郎とかあんのよ、見に行って。だいぶ古いね、知ってるかなあと、なんだっけ、あのおそ松くんとか、はい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 、見に行ったのね、はい、もうすごく本物ってすごいよね。そうなんですね、本物のやっぱりあのラフ画ってやつっていうのは、もちろん消しゴムで消した後だったりとか、そもそもセル画もね、今でこそデジタルだから、こう1枚のパソコンの中に描かれてしまうものが、こうね、裏の背景と重ねてあるっていう、これはですね、やっぱもちろん子供ながらに見に行くと、あ、これ綺麗だねの感想で終わってしまうんですけど、大人が行くとですね、原画とかセル画っていうのは楽しめます。燃えるよね。そうなんですよ、ね、燃えますこの燃えるは、僕はこの燃焼するの方で燃えていいのか、それともこういわゆる燃えるの方で、どっちも捉えられると思うんですけどどっちも欲張ってみたらどうでしょう。これですね、すごくおすすめだなと思って。いいと思う、いいと思う。ちっちゃいお子ちゃまを連れていくのはね、なかなかお外、夏場は大変だから。そうなんですよね、うん、もう本当に大変なので、もうぜひ一人お得行きたいなと思ってまして。うん、9月までだからゆっくり。はい、9月のですね、ね、末24日までやっておりますので。いいですね、江東区にもそういう見どころがまだまだたくさんあります。ね、ありますのでね、はい、今日はちょうどこのね、ギャラザリアの前でもう盆踊り大会やってます。うん、そうかそうか、夏はこれからイベントがたくさんだもんね。そうなんですよ、ね、楽しみだね。最近弱いんですけどね、日光に日に当たらない。あ、そう当たりたくない子供の時ってさ、全然お日様と仲良しだったのにさ、大人になるとね、なんでそうなっちゃうんだろうね。海に行くのももう今ね、あの僕もさっきオープニングでおっしゃってたような、うん、アンチエイジングですかね。やってんの、日に当たりたくないまだ若いのにね、しんちゃんがね。でも気をつけて、ぜひ、あの熱中症とかもありますのでね。そうですね、夏のお出かけは気をつけて、気をつけて、はい、車のほら冷房もちゃんと、しんじぼうが教えてくれたようにバタバタして、そうですね、ね、させていただければと思いますので、ね、はい、また次回もですね、うん、このような熱いイベント、うん、もの、はい、こういったものをですね、ピックアップして、今度現場にも行ってこうかなと思ってます。あ、リポートいいですね。楽しみだなと思っております。はい。今日もありがとうございました。新次号でした。面白いね。科学のことをやってるところで、ディズニーも楽しめちゃうなんてね。いいよね。欲張りさんになるぴったりだと思います。では次のコンシェルジュさんです。はい、アンチエイジングってなんだ太陽のお友達、ジュニアスポーツ応援会メモリアトモユキです。よろしくお願いしますそうだったね、はい、そうだった、はい、もう全然逆のことを言うっていう ねそんな感じですよね。おかしい、そうだわ。これから大変でしょ。でもいや大変ですね、うん、でも今の時期はその日差しもあるんですけど、湿度が厳しいです。言っていい？はい、どうぞ。私ね、本当に湿度がダメな人なの。もうヘロヘロってなっちゃう。大人になったら余計そうなっちゃって、子供もでも子供の時から結構そういうの
の苦手だった。あ、そうなんですか、うん、でも今の子も汗かくの下手くそですよ。あ、そう、うん、やっぱりその日中涼しいところに行って運動の時だけ外でバタって。そうよ、ちょっとなんかまた昔の話になっちゃうけどさ、はい、クーラーって全室になかったもんね昔って。ねリビングだけですよね基本ね。だからね、そうだったじゃん。でも今ってお家の中にいる時ずっと涼しいから外暑いよね。暑いですよ、うん、もう僕なんかね車移動ですからね、うん、移動も涼しいですし。そう、そう、あの自分で自分の首絞めてるなと思いますもん時々。なんかあるのそういう対策とか湿度。いやもう基本的にもまずあの暑さに慣れさせることしかないと思うんですよね。あのいかに汗かける体にしとくかっていうところなので。あ、よく聞く、女性でもね大人でもそうなんだけど汗かけない体質の人が多いって最近は、まあ、体温調節ができないもんね。そうですね、まあ、そういう話だとね、ちょうど昨日、うん、あのコーチ仲間とあとその、まあ、奥さんと3人でちょっとお食事したんですね、うん、でその時に、まあ、そういう話になって、まあ、そのコーチ仲間の住んでるアパートはリビングにしかクーラーがないと、うん、あ、いいね、寝室にはないと。だからもうね朝とかに汗ダクダクで起きるって言うんですよ。でも奥さんは暑いねぐらいになっちゃうんですよ。で話してるとやっぱり汗かかないんです。あ、そう、体温35度台っておっしゃってました。いや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 、そう、そう、だからやっぱりね、あの体にとっていいのか悪いのかっていうところで考えてやっぱり汗かけるようにしとかないと今度やっぱり熱中症になってくるので、うん、暑くなってくるね、ぜひねそこは、まあ、訓練じゃないですけど、うん、まあ、トレーニングと思って汗かいた方がいいのかなっていう気はしてますね、うん、そうだね。で、まあ、夏場とか、まあ、いろんなところ行きたいっていう、ね、うん、時期でもありますから、行きたい、ね、でそこで行って炎天下に行って体調悪くなって一番最悪じゃないですか。あ、そう、楽しみに行ってるのにね、楽しみに行ってんのに、ね、さっきの新次郎みたいに炎天下にちっちゃい子連れてったら当然危ないわけですよ。そうですね、だからそこはやっぱりちょっと親御さんの方でね、うん、よく見てあげるとかちゃんと水分を取るタイミングとかね、うん、夢中になると子供って絶対水分いらないとか喉渇いてないとか平気で言うので、なんかね、あの人もそうだけど動物もそうなんだけどさ、やっぱりそこの加減、さじ加減というのかな、それは、まあ、パパやママだったり飼い主さんでやってあげないと、ちっちゃい子とかあの、まあ、子供とか子犬とかもそうなんだけど気をつけないからね。あ、そうなんですね。パタッてもう低血糖とかでパタッて倒れちゃうぐらいまで遊んじゃうから。じゃあそこはもう人間も、ね、一緒一緒、動物という括りで考えると同じなんだよね。だそのね、どうしても夏って、うん、あの夏休みとか外に出た遊びみたいなイメージはまだ若干残ってますよね。どうなの？紫外線を考えるとどうなんだろう。違うもんね、何十年か前とは考えない。違いますよ、もうあの気温も毎日30度超えじゃないですか。もうありえないですよね。だそういう風に考えていくとやっぱりその時間をうまく、うん、あの利用する。例えば炎天下のものすごい暑い時行かない、うん、あ、そうだね、朝か夕いうのちょっと涼しい時間帯にするとか、うん、そうすれば紫外線も少し落ちてますし、うん、あの気温も多少なりともね、うん、落ちてると思うので、まあ、そうして時間をうまく活用するのがいいのかなとは思うんですけれども、うん、あら昼間はもうさ夏になったら出ちゃダメとかすればいいのになと思うよ。いや、それやられるとでも僕ら勝負上がったりするね。ごめんなさい。危なくて、うん、でも本当危ないです、うんうん、だからもう今あの僕が対策として持ってるのは、うん、あの霧吹き。あ、霧吹き、あのシュシュ、そうです、あの例えば練習の合間とか飲水の時間に霧吹きシュ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 するんですよ、うん、子供たち、へ、水与えるみたいな感じで。面白い、植物と一緒、うん、あの結構種ですよね。あのドライミストって街中にいるの、あるあるある、あれと同じ原理ですよ。そうなんだ、結構ね、ぬるい水なのにあのミスト状にするとね、結構冷たい。面白い、人間も動物も植物も一緒ってことじゃん、それ。まあまあまあ、まあ、考え方いや、冷やすためと植物の水あげがちょっと違うと思うんだ。水やりとか、でも植物もそうじゃない？でも植物はね、あんまり暑い時にあげると今度ね、暑くなっちゃう、ね、熱くなっちゃいますからね、うん、だからそこは違うなと思うんですけど、人は霧吹きっていうのは知らなかった。あ、でも効かないって結構涼しいですよ。ほんと、うん、あのポンプ式も買いましたもん。あ、そう、うん、あれ楽ですよ。こうやってるとね、結構検証になりかけるので、ね、ポンプ式にして。そうそうそう、あ、じゃあ夏場のお出かけにはそういうの持って。あるという、あの夢の国で多分扇風機みたいな羽ついたやつで、うん、そういう
多分売ってますね。あ、本当。夢の国で。おすすめだね。はい。今日夢の国で終わっちゃう感じ。これから暑さ対策 ね本番になっていきますので、またいろんな知恵を教えてくださいな。まあ、8月、7月、8、9月、10月まで暑いと思うので、ぜひぜひ皆さん暑さ対策は万全でお願いいたします。お外でスポーツする方はね、特に気をつけてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日もね、耳より情報コンシェルジュの皆さんありがとうございました。さあ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 、ただいま、絶賛。おエコ引き中のみんながこちらにもやってまいりました。エコ引き万歳。はい、引き下に今エコ引き名前変わっちゃってバンド名がありましたね。 GoTo だエコ引きいいのかそれで。ダメです。ダメです。怒られます。よろしくお願いします。こんにちは。GoTo ザリバです。もうすっかりラジオになりましたね。はい、そんなことないです。最初喋らなかったから静か。いやいやいや、だんだん慣れてきた。ラジオで静かだといる意味がないじゃないですか。慣れてきた。顔も見えないでございますよ。はい、7月、夏はなんかいろいろイベントあるんですか？あります。ありますとも、ありますとも、あります。聞いてください。言っちゃってください。誰が言う、誰が言う。あやちゃん、あやちゃんから。私言いますね。滑舌のいいあやちゃん。プレッシャーかけないでくださいね。7月の28日に、うん、時話台のケーブというお店で、うん、ライブやらせてもらいます。ケーブは CAVE という綴りで、うん、最近できたお店です。うん、何時から？夜ですね。夜ざっくり暗くなったらおいしい。そうですね、まあ、6時以降だと思います。うん、あ、何時？19時だ。19時です、うんうん、イベントです。なのでもう飲んで騒いで踊って喋ってって感じです、うん、あ、ずーっとやってるのね。そうですね、リクエストがあれば歌います。いや、あのね、そう、僕ら以外にも出演者さん、そう、いくつかバンドさんがいて、素敵な、素敵な、言える人いるの、うん、誰が出るとか、あ、ちょっと待って、まだ、はい、言っていいのかな、これは。どうなんでしょう、あれ、いいですか、笑ってるだけだから、いいんでしょう、判断に困るから、Go to the river が出ます。Go to the river、 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 よく見てます。嘘です。そう、ライブ告知とは思えないぐらいってことです。とりあえず時話台の CAVEK、 時話台っていうと何線だ。東武東上線です。はい、池袋から10分ぐらいですね。あ、そう、板橋の次だ。そうだね、細かい、細かい、男らしい感じの告知だったね。道をちゃんと地図の読めない女みたいな。駅前ですね。あ、そう、駅前です。迷うこともないぐらい。そこがこれからゴートザリバーは割と定番の小屋になって、定番小屋に多分なりますね。あ、分かった、うん、会える歌手になるんだ。会えます。そうです。会いに行ける、会いに行ける。もじょもじょさらせ、分かりやすすぎでしょ。会いに行ける、なんでしょうね。会いに行けます。セインガー、会いに行けるシンガー、セインガー、セインガー、セインガー、ね、そうです。ホームなんだったら一緒にいろいろ叩いてみたりね、はい、やっていきましょう。いろんなことができるお店にします。あ、そう、そうです。ライブもできるし、とうとうお店をするって言ったよ。お、私たちのお店ごときだ。いや、本当そうだよね。いや、でもね、大売り場のホームのホームに定番の小屋があるってすごくいいんだよ。いいですね。あのミュージシャンにしろ、役者さんにしろ、うん、ありがたいです。頑張ります。看板にだんだん顔がね、一人ずつ出てくる。だんだん出てきて、一人ずつ出てくるっていうことがさ、いいですね。名前もゴートゥーザリバーに変わってる感じ。お店言った。いや、変わらない、こらこらこら、暴走娘たちだね。夏だからってね、はい、夏にじゃあね、始まっていいじゃないね、はい、うん、祭りはこれ夏が、そうですよ、一番だからさ、うん、祭り大好きなんで、そう、ね、お酒も美味しいですし、お酒飲めるの、みんな大好き。あら、うん、大丈夫。姉ちゃんにはそんな感じだけど、食べるの？姉ちゃん好きですね。ね、すごい強いよね。強いな。でも僕より強いんじゃないか。あ、本当。姉ちゃん一番強い。うん。ヨンベイ。ヨンベイだね。九州の女の。あ、女だからね。そうなのか。日本酒な感じ、はい。私はウイスキーが好きです。最近ちょっとテキーラが飲みたくなっちゃう。あ、なくせじゃん。じゃあファンの方々はそこに行って、うん、みんな一杯ずつね。うん、
テキーラをね、テキーラをね、客さん勝負して1杯ずつです、100人切りみたいな、ファンが潰れるのか、アーティストが潰れるのか、これいいね、比較しよう、よくない、面白そう、ね、大変だよ、次の日兄ちゃんが大変、一番みんな大変、私たちは見てる、あ、じゃあ飲まない、応援する、応援、応援、えい、えい、おーです、レフェリー、レフェリー、レフェリー、いいと、うまい、温めてくれた、キャリアちゃんに、ね、ありがとう、私そろそろ歌う、あ、でもいいの、全じらしてもいいんですよ、歌いましょうよ、歌いましょうか、何秒終わっちゃうからね、ね、あ、そう、喋り倒して終わるっていうのも面白いけどね、うん、いやでもやりたいな、演奏したいな、さっきは何を聞かせていただきますか、今日はちょっと優しい夢がオリバからお送りします、あら、何でしょう、ラウラっていう曲です、you know that
素晴らしい。あ、嬉しい。初披露ですね。初披露ってやつですね。THE 初披露ね。初披露、初披露、初披露です。慣れるっていいね。どんどんらしさが出てくるからね。慣れって怖いらしいですよ。怖い。まずくしか怖い。大丈夫、飛び出たものは叩くようになってる。怖いですね。どんどん飛び出よ。怖いですね。飛び出よ。怖いですね。いや、ゴールドもね、クリスタルほら7番組ありますのでね、次々と登場して、はい、ね、とうとうゴールデンタイムにもね、進出ですよ。進出鬼没の。みんな聞くのよ、ライブの後もさ。はい、あの人たち誰って、だからゴリバだって言ってる。何名がゴリバなんですけど、ね、キリさんゴリバゴリバっていうか、みんなゴリバゴリバみたいな。え、ゴリバ、ゴリバゴリバチョコじゃないんだからね。それゴリバ、まあ、でもチョコなんていうのは興味を持ったってことだからね。いや、嬉しいね。リハーサルとなんかこうアーティストが見るあれあるじゃないですか、スケジュール、タイムスケジュール、もうゴーリバ、ゴートゥーザリバって書いてある、ゴーリバ、カタカナでゴーリバ、そこだけ変換するの大変なんだよ。カタカナにしてよと思って。とにかく今年いっぱいね、絶賛の英語劇中ですので、覚えていただいて、また前回で頑張ります。頑張ります。お願いします。また来週ね。来週もまた。見てくださいね。はい、じゃあ見てくださいね。慣れすぎだよ。はい、ノートゥーザリバーのお三方でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。井戸端ミーティング、ただおしゃべりしてるわけでもなく、意外にいいアイデアやご意見が飛び交う場所。そのまま忘れてしまってはもったいない。誰かの役に立つかもしれない。人生無駄なことなんか一つもないんだから。ねえ。食い気味。いや、本当ねえだからね。最近井戸端ミーティングが形になって番組が一つ立ち上がっちゃったというね。素晴らしいですね。素晴らしいよね。そうやってさ、みんながやりたいことを言い合ったりとかね、誰かのやりたいことに乗っかってみたりとかさ、うん、ね、出会いだもんね。はい、ご縁だもんね。言ったらいいと思います、みんな、ね。うん、これさ、子供の時ってみんなそうしてきてるのに、なんだ大人になると、なんだろうな、ね、勝手な暴れてはいけないとかさ、あんまりいろいろ自分のことを言ってはいけないとか、あの人にはとかね、ここでは言っちゃダメとかね、言ってみたらいいじゃない、別にね、私はこれをしたいとかさ、ダメかもしれないけど、なんで笑うんだよ。いや、クリスタルはいいんだよ、言っても。あ、よそはダメなの。言わない方がいい時もあるからね。そう、うん、立場悪くしたりとか。そんなところに行かないだし、まあ行かないからいいじゃない、だから言ってればちょっと聞いた。いいんですよ、ここはね、ここは言っていい場所だからね。みんなそう、みんなそういう場所になればいいじゃない。まあそうですね。ダメかどうかわからない。ダメか、区役所行ってさ、みんながなんか会ったこと言ったら嫌か。その場その場のあれがあるか、まあ、そう、ルールに基づいてね、やらなければいけないこともあるからさ、うん、それはそういう場所でいいと思うんだよね。大人がなんか言うこと言えなくなるから、子供が大人になりたくなくなるんじゃないの、うん、まあそうじゃない場所があってもいいかなと思うんだから私は、うん、いや、私はそんなところで行かない、うん、知ってる、行かないくせに、知らないくせに、つな、うん、がってないくせに、行く気もないくせに。言ってみるだけなくせに。やってきた人だからね。そうです、そうです、やってきた人でもほらこうなれるんだ。まあだから信じてやってみるってことですよ。そうだよ、もうそう。じゃあ私じゃない、私が言ってもあんまりなんか信憑性がないから、みちさんが言えばいいんだよ、うん、こうそういうところに私おりましたけどって、選挙カーみたいに乗ってさ回るのよ。ラジオ、ラジオで言う。よかったら車に乗って回ってきてくれる。いや、ちょっと暑いしな、面白いですね。外から見てみたいな。ラジオ出すよ。わざわざ外から見ることないよね。本当にここがあるのに、わざわざ回ってこいって。それが面白いじゃん、なんかナンセンスな感じで。ラジオあるのに行ったよって。でもいつか ね勝手にクリスタルレインボークラブとか貼っちゃって言えようとかね、やってみたいんだよ。私一応エリちゃんに言ったんだよ、私ウグイス嬢やりたいんだけどって言ったらさ、じゃあキリン号でやる？今これ磁石で貼るのありますよ。USBB。ね、USBB。マスキングテープがあるじゃないか。あら、いいこと思いついちゃった、またミーティングで。ねやりましょう、いつか。こんな大人がいてもいいじゃないか。いいと思います。ね、人生一度ですから。そうですよ。ね、ああ、今日も面白かったね。じゃあエンディングいこうか。
クリスタル AAO、 誰かのお役に立てたら嬉しい大人たちの素敵な試行錯誤をお見逃しなく。できるとかできないじゃない、やりたいのかやりたくないのか、どちらを選んでも正解なんですよね。必要だから選ぶ。お互い様にありがとう、下町スピリットでしたよね。助けてもらった人は元気になったら同じことを誰かにしてあげたらいい。今度は自分が助ける人になるでしょう。今日も盛りだくさんでしたね。どうして盛りだくさんするんでしょうね。どうして毎回こんなに楽しいでしょう。楽しくなくちゃ、だって楽しくないことは伝えられないので。伝えられないですもん。そうですよ、楽しいことを集めてるから楽しいよね。そうです。でもほらスムーズにさ、みんながバトンを渡していってくれて、番組もほらスムーズに流れていくじゃない、うん、素晴らしいよね。そうですね。この現場って生放送だからね、やっぱり相手の言葉をちゃんと受け取らないと次に行かないのよね、うんうん、素晴らしい、ある意味修行の場所でもあるよね。そうですね。いいわ、いい感じ。今日も楽しかった、本当にね。よろしかった。眠れる感じ。はい、よかったです。さあ、今できることを全部やったらいいですよ。あなたの本気を応援します。この指止まれの花一問目、クリスタル AAO。また来週。